JR 北海道室蘭本線東室蘭まで来ました。皆さんにどう映るかは分かりませんが、これはなかなか立派な駅舎です。ワタレールという名前がついていまして、かなり大きな跨線橋です。中を見ていただくと、あの辺に人がいてね、そこまで全て吹き抜けの構造になっています。東室蘭の玄関に確かにふさわしいところです。この先には室蘭という駅もあります。私は室蘭駅で降りたことはありませんが、車で前を通ったことはありまして、室蘭駅の方がね、なんか町の中心に近いような気がするでしょ。実はこの東室蘭が町の中心に、まあ、最も近いと、そういう場所になっております。そういうところって結構ありますよね、南稚内もそうだし、西鹿児島もそうだし、このような話は毎度毎度しておりますから、まあこの辺で。東室蘭で私も初めて来たのはね、夜行列車に乗ってて、大変な風邪をひいて38度南部みたいな熱を出して、その翌日には新潟行く予定だったんで、病院に行ったっていうのがありましたが、その時に行った病院の名前が製鉄記念室蘭病院。その病院のことについては私はあまり詳しくありませんが、室蘭は製鉄の町とも知られていて、国立大学の室蘭工業大学というのもあるし、それから実際にこれから南の方までまた列車で進んでいくと、製鉄所、そこから吐き出す煙などがいろいろ見えます。東室蘭から乗りますのは函館行き特急スーパー北斗16号です。本当は今日は新函館北斗で終わりの予定でしたが、やはり予定を変えまして新青森まで向かいます。新函館では乗り換えをするだけです。まあ多分25、26分ぐらいありますけど、まあ、その間多分すぐ新幹線の方に行ってしまうと思いますので、もうしばらくこれで北海道とは分かるです。ついに JR 北海道から車内販売が消えるとかね、そんなのは聞いてますけど、それはまあ遅かれ早かれそうなるっていうのは分かってたけど、簡易車内販売っていう名前だったんですね、あれ。へえ。しかももう終わったんだこれ。あれを多分簡易車内販売っていう理由は、売店ベースでのね、お店で列車の中に売店を設けて、それを通常の車内販売というふうに多分 JR 北海道では定義していたんでしょうね。あれは増結してる？してないよな。今の JR 北海道が増結をするとは思えないな。多分7両編成のはずです。今回も 281系、 この車両もそう長くないとか、そんな話を聞きましたけどね、どうなんでしょう。そう長くはないというか、本当に長くはないんですよね。今最新型として走っている261系、もうなんかどんどん今この列車の運用を置き換えてるぐらいなんですから、ドアは片側1箇所か。やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。22年間ありがとうございました。まあ、逆に22年間しかやってないのかと思うんですけどね。そうなんだ。ついに終了。まあ、でもさっきも言いましたけど、遅かれ早かれこうなるだろうとは思ってましたので、ね、ちょっと前の車内販売メニューはメニューを持ち帰っていいですって書いてあったんですよ。だから持って帰って家に保存してありますよ。オホーツとかスーパー大空の車内販売のメニュー、スーパーホクトのやつも持って帰って保存してあるかな。結構そういう鉄道マニアコレクション家にはいっぱいあるんですよ。ただね、これも持って帰りたかったんですが、残念ながらこれに持って帰っていいとは書いてませんので、いいと書いてないものをちょっと持って帰っていいかどうか微妙ですからね。これはちょっとやめときたいですかね。こんなスペースがあるとは知らなかった。これも喫煙所だったのかな、もともと。どうなんですかね。携帯電話を使います。今は結構これの携帯電話スピード。足をぶつけたんで結構痛いけどね。客室乗務員っていう、まあ、車内販売員の方というべきか、そういう方がね、2名乗務されて、昔は飲み物のサービスもあったんですけどね、グリーン車サービスって言って、乗った時にオレンジジュースとか紙をカップで出してもらいましたよ。懐かしいけど、なぜかね2人体制でデザートだけを売る
担当の人とそれからあの弁当とか売る人と2人体制だったんですよね。でもそんなには売れてなかったな。あんま買ってる人見なかったもんな。それはしょうがないですよ、まあ、あの事前にちゃんと車内販売じゃなくてね、駅の売店で買ってる人がいっぱいいるわけですから、まあ、そっちでみんな買っちゃうって言うんだからね。この椅子は結構この簡単な構造だよ。これ結構いいな、快適ですよ。デッキで喋ることが多いからデッキの滞在時間も長くなりがちなわけですけど、しかも快適です。ただ海が見えませんね、この角度では。角度というか向きでは左側にちょうど噴火湾が見え始めた頃のはずですけど、噴火湾はずっと苫小牧辺りから見えてますから。系は結局その車体傾斜装置使用停止。スーパー大空の車両はね、自己操舵台車っていうのかな。何の音ですかね、大丈夫かな。なんか多分排気の音だろうけどね。自己操舵台車ってこうこの子ようにグニャグニャ動く、その台車の使用をやめてしまったので、カーブでの曲線の通過速度が、まあ、ちょっと遅くなってしまったようですが、このスーパー北斗の車両に関しては、まあ、こういう機構を持ってなかったからね、元から止めようがないっていうのがあるんですけど、まあ、別に何かグレードダウンすることがなく、最高速度が130キロから120キロに落ちただけで、依然として室蘭線、函館本線で活躍を続けています。昔の JR 北海道の中、JR 発足時のもう30年前のテレビの番組でね、 JR 北海道北のレールは元気でやつとか言って、なんかあの北海道の内部工場のところだったかな、なんか水耕栽培の工場みたいなのやってるの見ましたけど、あのなんかこういうこと言うのもどうかっていう気がするんですけどね、鉄道マニアとして。なんかね、 JR 北海道って技術力は大したことあるっていうのはすごいんですが、ただそのそこまでお金をかける余裕っていうのは多分昔も今もなかったんですよね、多分ね。なんかこうちょっとなんか JR になって国鉄ではできなかったことができるようになったからって言って、なんかこうお金を使いすぎてしまったところも、そういう節もあったかもしれないですね。だから昔の北海道はすごくて、今は昔ほどではないっていうのはその通りなんですけれど、でも意外とね、なんかこんなこと言ったらちょっと身も蓋もないような気もするかもしれないけど、まあ、割と身の丈に合った水準にとどまった、まあ、そんなところなのかもしれません。でも JR 北海道がいろいろ企業努力、経営努力してるっていうのは、それはね、あの私だって見てて分かりますよ。いろんなところを切り詰めてるし、あのなんとかね、JR 北海道の従業員をうまくこうまとめようとやってるのも、まあ、見れば分かります。でもどうだろうな、なんか まだ切り詰められるところもなんか、まあ、ありそうにも見えるんですけど、そんなことはないかな。もっと地方の駅を廃止するとか、まあ、そういうことはあの今後もどんどんやっていくでしょう。地方の駅を廃止するってね、そう簡単にやっぱり多分できることじゃないんだろうと思うんで、もう私はね、なんかここであのそう JR 北海道に意見できるようなことはもう大体 JR 北海道の方はもうみんな考えているはずですから、別に今更私が何か言ったところでね、まあ、新しい視野が開けるわけでもないでしょうし、まあ逆に言えば切り詰められないには切り詰められない理由の何かそういうものがあるんだろうと、まだまだ勉強が足りないなって、まあ、最終的にはそういう感想にもつくんですけどね。あのだからつまり、まあ、私としてはなんでこんな話をしたのかっていうと、 JR 北海道が最近、まあ、昔ほどの派手さがなくなってきてね、スーパー特急がものすごい勢いで高い技術を発揮してあのカーブを通過していくみたいな光景は見られなくなりつつあるけれど、まあそれはもう仕方のないことだと思って、あの受け入れようと思っています。北にレール、この北海道にねレールが維持されているだけありがたいと思わないといけないような気がします。いいカーブだ、よく傾いてるよこれ。キハ281系は四国初の、失礼、世界初の振り越し式ディーゼル特急キハ2000系じゃない、2000系機動車、それを元にして作られた車両ですが、ただあの JR 四国の車両はね、あのカーブでこうやって傾くからには遊びが必要ですよね。その遊びの空間にあの雪が入るということまでは別に考慮しなくてもいいわけです。雪は四国あんま降らないから。ただ北海道の場合は北海道特有のものすごく乾いた粉雪、そういったものが入ってくるので、それからの侵入をいかにして防ぐかということがかなり大変だったそうです。そうか、でもこの281系もなくなるんですね。もう今、置き換えの新しい261が入っていってるんだから、なんか時代の移りも早いもんだと思いますけど、まあでも私が生まれる前よりもあった車両ですから、まあ、ま
まあ、見合いもんだっていうふうに感じるようなあれではまだないかもしれませんが、おしゃまんべの次は八雲に停まります。まもなくおしゃまんべです。札幌からずっと立ちで行ったんですけどね、これここに座っちゃえばいいんじゃないかなとか思ったことありましたけど、まあ、やりませんでした。今大沼公園に着いたところ、もう夜遅いですから確かこの列車が最後かな。大沼公園はいいところですけど夜になって観光する人はいませんので、夜遅くなったり朝早い時間は大沼公園は通過してしまうんですよね。大沼から乗った人はいたみたいな、1人かな2人かなみたいなのです。スーパーホクトのドアはプラグドアとなっていて、このように外に引っ掛けるような形のドアです。バスとかでこういうのありますよね。鉄道では珍しいタイプのドア、これがガチャンと手前にグイッとこうね、こう閉まるのがプラグドアです。で、次の停車駅が新函館ホクト、多分ね JR 東日本の特急とかと同じベン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 っていうチャイムが鳴ると思いますよ。ちょっと少し待って聞いてみましょうか。新函館北斗ではすぐに北海道新幹線に乗り換え、もう今日中に北海道を去ってしまいます。まあ、行こうと思えば今日中に東京まで行けるんですよね。稚内から東京までは行けます。で、東京から新大阪は行けないけど名古屋ぐらいまでなら行けるんじゃないかな。まあ、サンライズに乗ってしまえば岡山まで行けてしまうんですけど、なんかそれではね日本縦断っていう感じがしませんよね。今回は新幹線で日本縦断するつもりですから、サンライズでも面白いと思うんだけどね。その方がね、早くてこっちも楽なんですけど、それではちょっとなんだかね面白みに欠けますから。サンライズこの間乗ったばっかりだし、ちょうど札幌行きスーパーホクトが出て行ったところでした。次のスーパーホクトは1時間後になっています。まあ、大体こんな感じかな。新函館ホクトではまた何か買い物などもしたいですが、新幹線の乗り換え口はここにあって、このホームにねちゃんとこううまくつけるように新函館ホクトは右側通行にすることが多いようです。まあ、必ずしもそうではないんだけど、ここから向かい側に新幹線止まってるか、いや止まってないですね、止まってないからあんまり意味もないんですが、
次のハヤブサ42号は11番線だからこちら側のホームか。まあ、なんかね、こっちに新幹線がついて、それで、こっちに、スーパー北斗がつくっていうのをなるべく実現するようにしてるみたいですね。だから今函館からスーパー北斗で来た人は階段を上って、もしくは向こうのエレベーターを上がって、の端の上からこっち新幹線ホームに渡らなきゃいけないんですけど、札幌方面から来た人たちはここで今新幹線を降りて、そのまんま向かい側のホームに乗り換えられることになっています。ただまだ新幹線は来ていません。いや、車掌さんよかったな。なんかね、風貌が国鉄っぽかったんですよね。そういう車掌さんたまにいるんですよ。おじさんからおじいさんに近い感じ。おじさんとお呼びすればいい。おじいさんとお呼びしたらまだちょっと失礼だろうなみたいなね。でも車掌さんに、車掌さんじゃなくておじさんってなんか声かけても、なんか普通に返事してくれそうな、そういう感じの車掌さんがね、当たると嬉しいですね。座席の紹介とかあんまりしなかったですけど、まあいいですかね。でこの新函館北斗から東京方面、しかし今日は東京まで行きません。新青森で降ります。新函館北斗はね、もう海外からの観光客がいっぱいやってくるということ もう想定して、ラベンダー、メロン、これはなんだ、これな何のマークですかね。これは N だけど何の N なんだろうか、私には分からない。これは果物かな。これ旧梨ってなんて言うんだっけ、知らない。アーラローズかな。そういう風にね、いろいろこう案内がされていて、でお客さんが分かんなかった時にね、これ何、昆布、あ違う、ケルプか、多分そうですよね。昆布なんて伝わるわけないもんね。こういう風な形でね、お客さんに対してカタカナでの案内をして、アイリスかな、あれは新幹線との乗り換えでの効率的な案内に努めてるんです。これは多分ね、結構効果があるんじゃないかなと思います。確か向こうは動物かなんかになっていてね、これはあれか、 ABCD の順番で向こうから並んでるんだな。なんか F がフォックスとかね、 C がカウとかだったような気がしますけど。じゃあスーパー北斗の動画はここまでです。次は北海道新幹線ハヤブサの乗車、ご視聴ありがとうございました。